目覚まし行っていきたいと思います。改めまして皆様おはようございます。本日は下田水道水道にようこそお越しくださいました。本日転勤参拝いたしますのは右側、そして私熊本です。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあそれでは早速転勤先に暴れていく方からご紹介していきます。本日は2種類の方が転勤に挙げていきます。さあぜひ中身の方に入れてください。まずは大丈夫ですかね。こちらはブロンを置く、はい、ここをぬるっとしたところで、色ここで見てね、紫を入れた、一体何という名前を入れてますか。さあ、いかがでしょうか。私がこちら、なかなか正解が黄色に浅い魚なのですが、こちらはイカナゴと言います。スイスが大きくなりますので、大ナゴとも呼びます。さあ、そしてもう一種類はこちら、こちら少し小さく見えづらいかもしれませんが、いかがでしょうか。
さあそこで簡単に見分けられる方法をご紹介したいと思います。さあですがステージの上登ってきましたペンギン、餌を一度離してしまいました。ペンギンたちも好き嫌いがありますので、頭がついていない餌は嫌だといったように落としてしまうこともあるんです。さあティラノエサしっかりと食べることできるでしょうか。さあ今日はなんだか気に入れなかったようですので、少しステージの上で待っていてもらうことにしましょう。さあフンボルトペンギンたちの泳ぎ、フンボルトペンギンたち少しご説明してきましたが、今度は右側ガラス張りの冷房室の中におりました王様ペンギンたちもご紹介していきたいと思います。最強約60センチぐらい中型のペンギンと言われておりますが、こちらの王様ペンギンたち比べますと身長、体長はなんと90センチもあるんです。さあフンボルトペンギンと比べますと大変大きな王様ペンギンたち、皆様こちらのペンギンたち世界に18種類いる。さあ今日は鳴き声も聞かせてくれました。こちらのペンギンたち18種類いるペンギンの中で王様ペンギン何番目に大きな種類か分かる方いらっしゃるでしょうか。さあいかがでしょうか。こんなに大きいので一番じゃないかと思われるお客様も多いかもしれませんが、実は王様ペンギンたち世界で2番目に大きな種類のペンギンなんです。さあそれでは王様ペンギンたちよりも大きなペンギン、皆様ご存知でしょうか。はい、正解が聞こえてきましたね。皇帝ペンギンです。皇帝ペンギンは体長約120センチくらいもあるんです。王様ペンギンよりもさらに大きな皇帝ペンギン、こちらのペンギンたち南極に生息をしています。さあ本日王様ペンギンたち元気な鳴き声たくさん聞かせてくれておりますが、実はなかなかこちらの鳴き声聞くことはできないんです。鳴き声トランペットに似ていることからトランペット鳴きと呼ばれるこちらの王様ペンギンたちの鳴き方、実は繁殖期の前ペアになるためにオスとメスがアピールし合っている様子なんです。実はあちらで鳴いておりました王様ペンギンにはオスとメスのペンギンたちです。ペアになるよう自分をアピールしているんです。かわいそうだな。さあそしてただいま鳴いておりましたペンギンとお兄さんが餌をあげておりますペンギン比べていただきますと、なんだか羽の様子が違うことをお分かりいただけるかと思います。こちら病気かなと思われてしまうお客様もいらっしゃるかもしれないんですが、実は正常なことなんです。王様ペンギンたちただいま1年に1度全身の羽が生え変わる寒羽という時期を迎えております。さあこちらのペンギン上の方が少しボサボサとしておりますが、上の方の羽は古い羽、下が生え変わった新しい羽となっているんです。全身しっかり寒羽が終わりますとあちらにおります王様ペンギンのように全身しっかりと綺麗な羽が生えているんです。嫌がってる嫌がってる。さあ王様ペンギンたちなんだか餌いやいやと食べない様子もご覧いただけているかと思うんですが、実はこちらの寒羽の時期絶食期となっているんです。なぜ絶食をするのかと言いますと、ペンギンたち羽が浮き上がっておりますと水の中に入った時に水が染み込んできて体とても冷えてしまうんです。ですので水の中に入ることができなくなり、魚を取ることができないため絶食の時期となります。さあその絶食の時期に備えまして、寒羽の前にはたくさん餌を食べ普段より太った姿で寒羽を迎えます。さあ寒羽中のペンギンと寒羽が終わりましたペンギン見比べていただきますと、寒羽が終わったペンギンなんだかスリムに見えるかと思います。さあこちらフンボルトペンギンたちも寒羽の時期はありますが、王様ペンギンたちがただいま寒羽の時期を迎えております。こちら2週間から3週間ほどで終わってしまいますので、とても貴重な時期となっているんです。さあ王様ペンギンたちには様子を見ながら少しずつ餌をあげていきます。さ
さあそれでは王様ペンギンのご紹介もできたところで、今度はまたフンボルトペンギンたちに活躍をしてもらいましょう。今度は水中へと餌を投げていきます。少ししゃがんでいただきますと水の中よくご覧いただけます。また水しぶきには十分ご注意ください。ペンギンは空を飛ぶことができないため鳥ではないと思われてしまうこともあるんですが、れっきとした鳥の仲間です。全身には鱗状の羽が生え、くちばしもあります。また繁殖期には卵も産む。こういった点からペンギンも鳥の仲間だということをお分かりいただけますか。普段時速7キロから8キロほどのスピードを出して泳いでおりますが、本気を出しますと時速15キロ出ると言われています。さあフンボルトペンギンたち、まだまだ本気は出していません。本気を出しますともっともっと速く泳ぐことができるんです。当館では23羽フンボルトペンギン飼育しておりますが、すべてここ下田海中水族館で卵から孵化をしたペンギンたちです。繁殖がとってもうまくいっているんです。さあですがこちらプールを泳いでおりますペンギン、数えていただきますと23羽いないかと思います。さあいないペンギンどこにいるのかと言いますと、後ろに用意してありますお部屋の中にいるんです。フンボルトペンギンたちはただいま恋の季節、繁殖期を迎えております。そのためお部屋の中で卵を温めているペンギンがいるんです。フンボルトペンギンたち一度の産卵で2つの卵を産み、1つ目の卵を産んだ2、3日後に2つ目の卵を産みます。そして腹ばいになりながら40日ほど温めていきますと、可愛らしいヒナが生まれてくるんです。さあ今年も繁殖順調にいっておりまして、昨年度末から順調に卵が生まれております。今年も無事全羽のメスが卵を産んでくれました。さあ繁殖とてもうまくいっておりまして、こちらには1月12日に1歳の誕生日を迎えました子供のペンギンがいるんです。ぜひ皆様にご紹介したいと思います。生まれてから1年が経ちました子供のペンギン、こちらです。そうですね、思ったより大きいなと思ったお客様は多いかもしれません。実はもう体の大きさほとんど大人と変わりません。ですが胸に1本の太いラインがなく、また顔の模様と少し違うのがお分かりいただけるかと思います。この模様、1年に一度全身の羽が生え変わる寒羽の時期を迎えますと大人と全く同じ模様になりまして、こちらの子どものペンギン、今年の夏前に寒羽を迎えまして、夏が過ぎる頃には大人と全く同じ模様になります。皆様からのご応募により名前が決定いたしまして、サラちゃんという名前に決まりました。強いペンギンが外に出た際にはプールを泳いでいくこともありますので、ぜひサラちゃんの姿見つけてみてください。さあ今では上手に係員の手から餌も食べることができるようになってきたのですが、まだまだ大人と比べますと食べ方が下手なんです。頭がしっかりと口の中に入っていかないと食べることができないんです。さあとても食いしん坊なサラちゃんですが、今日はどうでしょうか。さあ今日はなかなか難しかったようですので、この後ゆっくりと餌をあげていきたいと思います。さあ繁殖とてもうまくいっているということをお話ししましたが、それは動物園や水族館の中だけです。自然界では絶滅の恐れのある種類なんです。気候の変動や漁業の影響、長年の人間の手による環境破壊によってその数を減らしていっている種類です。動物園や水族館で気軽に見ることができる動物たちの中にも、そういった状況による種類もいるということ、皆様にもぜひ知っておいていただきたいと思います。さあそれでは最後こちらに上がってきましたペンギンに大技決めてもらいまして、ショーを終わりとしたいと思います。こちらのペンギンにご注目、ここからサインを出すと、あら頑張ってそうですね、実はですねこちらまだまだ練習中の種目なんです。そんなペンギンにはこんな風に餌を見せて、落ちた先で餌がもらえるということを教えていきますと、サイン一つでダイビングの種目バッチリ決めることができるんです。
さあそれではダイビング見せてくれたところでそろそろお時間となりますのでペンギンの餌付けショー終了させていただきます。